はい、じゃあ今日もね、森友事件についてちょっとお話しさせていただきます。人っていうのはね、年齢を重ねれば重ねるほど嘘つきになっていくんですかね。もう権力を持てば持つほどずるいことばかりするようになるんでしょうか。本当に困ったもんだと思います。まあ権力がなくて、そしてね、まだ大人になりきれてない私だからこそ言えるのかもしれないですけどね。じゃあ今回ですね、森友事件のことなんですけども、この遺書が出てきましたよ。で、安倍総理の大きな言葉との官僚の帳尻合わせ、これいつまで続くのかってことですけども、今回もね、すべて佐川局長の指示ですっていうふうに、まあ森友の遺書には書かれてるわけですよ。あの例の赤木さんの遺書にはね。で、この言葉をね、本当に人間の気持ちを持ってる人だったら、しっかりと心に刻まないといけないんですけども、でもその人間の気持ちとかっていうのは全然ね、司法に反映されないんですよね。証拠として非常に悔しい思いをしたからっていうのはなかなか反映されないんですよ。証と法根、法と証拠に基づくっていう言葉は綺麗ですけども、法と証拠以上に私たちには感情がありますから、このね、自殺に至った動機っていうのはどういうことなのかなってことをおもんぱかるのが裁判長の役目だと思うんですけどもね。で、ぐーっと下に行くと、3年前の2月17日何があったのかっていう目出しがあります。要するにこれはですね、安倍総理が、私は妻が関係していたらもう国会議員辞めますよと、もうまさにね、総理も辞めますよって言ったあの言葉なんですよ。あの言葉からね、全ての帳尻合わせ始まったんですよ。だってどう考えても昭恵夫人がね、関わってるのは明らかなんですよ。これね、もう本当にね、知ってる方でも知らないふりしないといけないぐらい、あまりにもはっきりしてるんで、もう誰も言い出しにくくなっちゃったんですよね。で、今何かね、この意見を認めることになると、なんで今まで黙ってたんですかって追及もあるし、あとは今までね、嘘をついて知らないふりをしてきた人の周りの人も同じように聞かないふりをしていたわけですよね。全部が同罪になるわけですよ。だから怖いですよね。多くの人が右って思ってることが右になるわけですよ。左が真実であっても、多くの人が右と勘違いしていれば、もしくは右と口裏を合わせれば右になるわけですよね。今回はそういうことが起きたんではないかなと思います。これ見てください。私は妻が関係していたということになればって書いてますよね。関係してるに決まってるじゃないですか。これどういうことなんですかね。これでバレてないと思う厚顔無恥さがね、本当に呆れてるものが言えないですよ。で、今回この黒川の定年延長問題がありますよね。あの森法務大臣の法解釈がもうめちゃくちゃなんですけども、その前のね、閣議決定もめちゃくちゃですよ。で、まあ、少なくとも国会議員になる人っていうのは三権分立ぐらいは理解してると思うんですよ。小学校の時教わるわけですから。プラスこの黒川氏ね、あの断ってほしかったですよね。自分が検察の重鎮であるっていう誇りがあるんだったら、まさにね、検察ってのは官邸に忖度しないんだっていう誇りを貫き通してほしかったけども、そうはいかないですよね。そんな人じゃないから、今回みたいな違法人事が行われるわけなんですよ、ね、黒川さんに頼んだらさ、まあやってくれるんじゃないの、いくらか包んどきゃいいんじゃないのみたいな感じで、黒川さんさ、頼むよ、今回俺たち危ないからさ、全員不起訴にしてくれよみたいな感じで頼んだら、いいっすよみたいなね、その代わり検事総長にしてください、閣議決定でもしてみたいなね、そんなことがあったんではなかろうかと思う人もいますよね。盛りかけ以上の忖度って書いてます。もう本当にね、私たちはね、何をやってきて何を見てきたんでしょうね。どれを真実と思って子供たちに教えていけばいいんでしょうか。それとも私たちのこういう不正をしている姿、そしてそれに対してね、声を上げても届かない姿、そういった無力感を子供たちに見せておけばいいんでしょうか。ひどい話だと思いますよ。で、黒川博文の名は先ほどの籠池氏の本にも出てくるってありますけども、もうね、腹渡が煮えくり返るんで、もうちょっと読みにくいです。そして五輪完全な形でとありますよね。しかし五輪は完全な形どころか延期されて、その延期すらどこかでね、立ち消えになって結局中止になるんでしょうね。もうね、何もかもね、その森友問題のあのグダグダから始まってるんですよ。森友問題で総理がね、まさに国会議員辞めますって言った時に、官僚がじゃあね、これ昭恵夫人が関わってたのがはっきりしてるんで、総理これは責任を取って辞めましょう、もしくは辞めなくてもいいけどもちょっと軽率でしたみたいなことでごまかした方がまだね、気持ちよかったと思うんですよ。少なくとも人は死なずに済みました。安倍総理の口をついた発言を擁護するために、多くの人が正義から嘘に転がり込んで
そして嘘を一回ついたもんだからもう共犯ですよ。今更本当のことは言えないと。今更本当のこと言おうもんならこの世界から消される。いやいや本当の意味でね生命を奪われるみたいな危機もあるし、このまんま嘘を突き通して安倍総理のよいしょをすればね口裏合わせていけば何がしかの便宜が図られると思った時に、この誘惑に勝てる人はなかなかいないですね。多くの、官僚職員さんたちってのは家族がいて将来を期待されてですね、自分の努力でその地位に立ったわけですから、棒に振りたくないと思ってね、保身のあまり、まあみんながそう言ってるし連帯責任だよねと、俺も黙っとこうみたいになるわけなんですよ、ね、でも官僚としてねきちんとその矜持を守るんだったら、その矜持っていうね誇りみたいなのが通用しないんですよね。だからね、言われた通りにやるかみたいなんですよ。逆らえないしなみたいな感じなんですよ。で唯一この赤木さんって方は自分の矜持、もう本当にね自分の正直なまんま生きて、正直なまんま、まあ散っていったのかなと思いますよね。いや昔の人がこう言いました。自分に嘘をついて生きるんだったら本当のことをね言い続けて今日人生が終わった方が自分の人生は完成するということなんですよ。嘘をついてまで自分の人生どうなんですかね。これは人の価値観なんで、ある程度嘘をついて自分に対して言い訳ができて両親の呵責に耐えられるんだったら、まあ世渡りしていこうかっていうのね確かにありますから、私ももしかしたらその立場になったらどっちを選ぶのか分かりません。国の総理に取り立ててもらうのか、それとも真実を追求して総理からそして周りからそっぽを向かれるのか、この狭間でこの究極の選択がきついですよ。でも今日の動画でねちょっと一言言わせていただければ、森友問題まあきれいにしましょうってことですよね。ここから目をそらさずに私たちも追求をやめてはいけないと思うんですよね。ちょっと今回はね割と穏やかなペースで話すことができましたけども、また新しい記事を見つけたらね私なりの気持ちをぶつけていこうと思います。その時はまたお付き合いください。本当にありがとうございました。